おはようございます。おはようございます。今日はね、9月の16日ですけれども、7月の16日ですね。もうクロマツの目切りがかなりもうギリギリだということで、こんなにいっぱい、まあないないと言いながらもですね、クロマツありますんでちょっとやっていきたいと思いますけども、これはですね、千葉の、いつも ご家族で、はい、来ていただいている方から大量におせんべいと一緒にいただいた松なんですね。でその中から昼間さん3つ、いや3つこれなんかね、今朝も1個増えちゃったの。ちょっとどれにしようかなって一番もらってこれがパジャマ、パジャマじゃん、ネグリジェでしたっけ、寝巻きです、寝巻きですね、はい、はい、寝巻きです。寝巻きになって早いです、今日は反応早いです。寝巻きになってるんですけど、はい、これをですね、目切りと、ね、1、2、3、4、5、6、7個8個だ。8個もらってんですね。結局8個もらっちゃいました。今朝増えました。ちょっと様子見ながら目切りをするのと、せっかくだからちょっと畳んじゃおうかなって。畳んじゃうのも、普通の畳み込みって今いっぱいやってるんで、こう根が上がってるような、このようなやつ、イメージ的に。根上がりの、これ前、根上がりっていうか幹上がり？あ、幹上がり。幹上がり？なんかちょっとできるかどうかわかんないんですけど、こう上がってってキュッと折れて、こう作るようなやつをやってみたいなと。じゃあまず目切りなんですけど、昔はね、私は8月入って、商品盆栽やったことあったんですけど、やっぱり8月入るとあんまり成績良くない、これも鉢が結構こう締めて作ってる木なんで、そんなに伸びてないと、いうことで、こういう木についてはね、無理にやんなくていいんです。特にこういうちっちゃいやつなんかはやると出てこない可能性があるんで、で古葉の上ですね、こういうところで、ただね、平間さん、え、この動画公開してる頃、みんな目切り終わってます。8月入ってますかね。もう7月ですかね。まあ、どうだろうな、はい、まあ、後半。そうですね、今日は2024年の7月。2027年って言いました。24年。だから来年見てください。来年、もしくは来年アップするか。ということで、枝折り畳み込みですかね。を今日やると。このもらったクロマツですね。その中のどれかをやっていこう。これなんかもう想像できますよね。これでビヨッとくっつけて、足元にこういう曲のあるやつは小さく畳み込んで、足元にまっすぐなやつですね。こういうやつ、こういうやつは上で畳み込むのができるかな。多分これなんかも途中これしかないんですけど、この辺でどっか畳み込めばできるかなと。上だけ畳み込む。そうで、あとは下はね、こういうやつで枝を作っていけばいいんで、そういう曲がないやつね、足元ないやつをカバーするのは、こういうやつもそうですね。これだったらどうでもできそうですよね。だからこれはこの辺でこう折ってくるか、これもできますね。なんかね、できるんですけど、ちょっとオーソドックスっぽいんで、こっちをやってみましょう。じゃあですね、まずフルパですね。これが今年の芽ですね、元気よく出ているやつが。で、この濃い緑のやつが、これが去年の葉っぱです。芽切りをするにはこの葉っぱを取っとかなきゃダメですよって言ってるんで、その下のもう1年前のこういうやつは、こういう枝分かれのところですから、こういうのはきれいに取っちゃうと。おととしの葉っぱですね。はい、ということでこういうのはきれいに取っちゃいます。これはまあ針金かける上で枝作りで必要ないということですね。で、少しですね、よく言われるのは、この葉っぱを少し残しておくと、そこから、芽が吹く可能性があるよと、やがて枯れるんですけどね、多分それは、まあ、そこに葉っぱがあったということで、そこから芽を切られてるんで、芽を出させなきゃっていうことを反応するんじゃないかなと思うんですけど、正直、芽切りの話はそんなにいらないね。かもしれない。もういっぱいやってるから。もうっていうか、時期じゃない。時期じゃないからか。タイトルは何ですか。タイトルは何ですかね。おせんべいが欲しい。違う。説明しなかったですね。これいただいてる方、ほら、いつもおせんべいいっぱいいただいて、あ、だからあれですよ。ライチョウ。ライチョウね。ライチョウさんがここに広告を出せばいいんですよね。で、そのいっぱい宣伝するのにね。まあ、違う形を作ってみたなんですけどね、なんかこんな樹形、新たな樹形誕生みたいな。新たな樹形誕生。違うか、そんな大したもんじゃない。そんな大したもん。結構ね、あとね、細かい芽がたくさんあるんで、ちょっと整理してきますね。こういうのも、それが大事な、これは一応大事な芽ですね、でもう一個ぐらい欲しいですよね、はい、そうするとそれ以外の小さい芽は取っちゃおうと、
まあ、大きいやつをさっと残していいと思うので、ね、それ以外の小さい芽を。あ、芽切りしないってことですか？これはね、ごめんなさい、フルッパがないからできないですね。あ、そこはできない。これはね、だから何でもかんでもやればいいって話じゃなくて、うん、やれる芽とやれない芽があるよってことですね。これはちょっと後ろにあるんで、はい、はい、うん、はい、2つ残った、はい、だからこれはもう芽切りできないですね。ここもごめんなさい、まだフルッパ取ってなかったですね。一昨年葉ですね。これちょっと取って、これもちっちゃい芽ありますけど、これいらないですね、はい、ここはね3本あるんですけど、針金かけんだとこれ使いやすいんですけど、はい、あ、でもいいや、こっち使おうか。これぐらいの枝ってあってもいいと思うんで、はい、距離的には結局芽切り何もしてないかもしれないですね、これね。芽切りできないかもしれないですね。まあでも曲げるならね、うん、芽切りしない方がいい場合も。そうですね、芽切りしない方がいいでしょうね。そうですね、うん、ちなみにこの同じ種類の木を、私も4本畳み済みです。ですよね。というかもらったその日に畳んでましたよね。もらったその日ではないと思うけど、すぐ畳みましたよね。もうアレルギーですね、うん、やらずにいられなかったんですよね。ストレートアレルギーです。皆さん病気ですよね。皆さん病気ですね。そんなにツイッターとか見る限りそこまで病気になってる人いないですよね、うん、まだねまだいないですよね。芽切りはしてないです、一つも。してない。結局あの枝としての残していくことにしたんで、はい、という感じですね。あ、ごめんなさい、ここだけまだ多かったな。だから芽切りをしない、枝にするって、小枝にするっていうやり方になっちゃったんですね、はい、よし、じゃこれで一旦植えて、針金が、ね、構想はね、ちょっと今一番この木で悩んでるのはこの2つ太いのがありますね。太いのが、うん、ここね、で、カンヌキなんですね。まあ3つ出てるんですね。で、一番作りやすいのはこれも取っちゃうのが作りやすいですね、うん、そうですね、で、あとはこれを頭にしてこれを枝にするっていう方法なんですね、そうすると逆にこれを取っちゃう、これを頭でこれを枝にしてこれを取っちゃうっていう方法もあります。で、今やろうとしてるのが、ここら辺から折りたいんですね、ぐーっとね、はい、はいはい、そうした時に多分逆に今度これをね、取るようになっちゃうと思います。枝のとこから出てるんで、枝のほぼ頂点からここら辺で曲げたいんですね、うんうんうん、なんでこっちが頭になるかこっちが頭になるかはやってみてと、はい、正面もなんとなくこっちの方がこうへこんで見えるんですかね、こっちに対してね、うんうん、まあ根はどっちも薄いんで、こっちは正面をイメージしてこれをぐーっと起こしてこういうふうに起こしてきて追っかけるというイメージなんですが、本当はね変わりたいんですよね。これが距離が足りるかどうか、もしくはこれをここら辺が薄いんでこれを生かすためにこれをこうやって後ろに一回隠して追っかけるとか、うんうん、ここにこういうふうに入ってきちゃうとこの良さ消しちゃうんですよね、こういうふうにこう枝が入っちゃうと。なんでこういきながらも一旦ここを強調するべく隠れてちょっと分かんないかやってみるかやってみるかやってみるかちょっとこの根巻きがですね結構ガッチリしてると思うんで先端尖らして、はい、ね、巻くのはねこうかな、時計回りに巻いてきますかね。ここだけ折ることを考えると最後ねこっち行きたいんですよね。なので時計回りによく分かんないですよねはい、であとはこういうところにこう入ってくれば、一発目はこの辺に入ることを想定していきますね。この曲がりに沿わせて、まあ、ここは曲げないんでいいんですけどね、うんうん、まあ、肝心なのはここに入ってこなきゃいけないんで、はい、こういっちゃいましょう。こんな感じでここね、うん、ここ大事なところ、見切りですら遅いんじゃないかって言われてるんだよね、うん、針金までかけちゃうって。大丈夫なんですか？いや、チャレンジ。とりあえず、あの、結果報告をして、皆さん来年やるかどうかを決定していただければというふうに思います。来年？来年。そもそも目切りしてないです。できるんだ。あ、このね、6月、7月は柔らかいんで曲げやすいんだけれども、木質部と形成層が剥がれやすいんで、そこは注意ですね。そうですね。うん、そこは言っとかないとダメですね。うん、あんまりこうねじったりなんかすると、特に心拍なんかはもうダメだということで、うん、そしたらとりあえずこれとこれとりあえずかけてみますね。1.8 ミリで、はい、はい、でちょうどここに曲げるところにもう一つ針金入ってくるんで、うん、いいかと思います。これこの枝落とすかもしれないんですけど、とりあえずかけておきますね。この普通のクロマツの苗を畑で育てた、そうですよね、多分ね、らしいです。あ、言ってましたか、うん、この根巻きの土の中は畑の土です、あ、なるほど、あ、この中ね、はいはい、あ、そうだ、今日ね、トウモロコシもいただいたそうです、大量に。あ、そうなんですか、誰から。いやいや、これいただいた方送ってきたんですって、また
また遅れたんですか、ま、だから今日はほら宣伝しないといけない。そうです、ね、千葉県のご家族ね、いいですよ ね奥さんがなかなか素晴らしい方でね、うん、そろそろ早く帰ればよっつってね、迷惑だから迷惑だからっつってねご主人一人でこう、ね、後ろ髪光りながら ね仕方ないっていう、女性軍はとっとと車に乗り込んじゃうっていう素敵なご家族ですよね、はいはい、香川はどうするんですか、ん香川県は高松は、うん、まだ決まってないです。決まってないですか。なんか最近北谷さんといろいろツイッターでやり取りが多くて、お友達になりたいのかなとかって勝手に山さん、え行きます香川。どうしようかな、悩んじゃいますよね。あれはやりたいんですよ、あの、なんとかアタック何あの木を選んでその場で作るみたいな、はいはいはい、ストリート盆栽、ストリート盆栽ね、初見でパッと見て、であれでも作って何だって話じゃないんですよね、あれもらえるんですよ、あれただで、いや、もらえるっていうだけで、うん、作った出来栄えがどうのこうのは関係ないわけですよね得点をつけてほしい、得点、いやいやいや、こんな大事な負けしてる時に雑談してたら全部つかなきゃいけないんですよあ、そっかそっかそっか、ちょっと待って、これどうすかな、どうしたんですか。いや、さっきこれを生かすって言ったんで本当はね、後ろ行かなくちゃいけないんだけど、うんうん、全然話がめちゃくちゃなってるかもしれない。これ後ろ行ってこっち行ってこっから出てきてもいいなって今、おそっちから、ええ、そうするとねこれ結構こう回さなきゃいけないんですよね、うん、いじっちゃダメって言ったのに、いじっちゃダメって言ったのに、いっちゃうか、いっちゃうか、いっちゃいましょう。どうですか、柔らかくないですか。柔らかいです、柔らかいです、ね、うん、柔らかい、ここも曲げてみて、さすが Q さん経験者、畳み込む前にやらなかったですね、この位置替えっていうか、ここだけですね。あー、ちょっと来てるかな、ちょっと来てますね、もうちょいいけるかな来てますね、もうちょいいける、もうちょいいける、うん、あとこれがここに入ってくるかどうかちょっと今、うん、あー、すごい、ちゃんと針金かけてるとこは大丈夫っていうのが証明される。ここの針金かかったこっちが割れてますよね、はい、こっちが割れてるんですよね、うん、あ、だからある意味ベストなんですよ、だからここで、うん、分散したんですね、一番負荷がかかるところに針金が、針金かかってるから本当だったらそこでバクっていくんだけど、それがいかずに、もうちょいだな、まだいく、まだいく、だから割れてんだけど割れを確認しながら、まだいける割れですね、そうですね、これくっついた、くっついた、くっつける、これが今度頭候補になったんで、で今ここ隠してますよね、これが頭候補、はい、で、ここの一番いいところっていうところを隠しちゃってるんで、これを少し上に上げてあげないといけない。でその上のこれやっぱりいらなくなってきますね。また予定変更ですね予定変更しました、また予定変わった、予定変わりましたね。今こっち側に流そうと思って、はい、これを頭にして、いいとこを見せて、うん、こうやったんですけど、やっぱり、ね、幹を切るんですね。まあそうですね、だから一つはこっちがそっち側正面で、うん、これが 頭でここに裏枝があって、でこれでこう差し枝が出てくるんだったらそちらでも見える。うん、これは一つこれで面白いんですけど、もう一つはこちら流れにしようかなって、今そちらを正面にして、ということはここから先はまたこっち持ってこなきゃいけないですね、うん、この動画のタイトル何にしましょうかって言った時に全く新しい図形って言ってね、新しい図形、そうですね、ちょっと僕今ニモさんが何したいか理解できてないから全く新しい図形かもしれないここはぐっと縛っちゃいますね、はい、はい、割れを確認しながらですね、あ、なんとなく見えてきました、あ、見えてきたかも、いやだけどん思いつかないけどな、最初のあの後ろから出すのも結構いいと思ったんで、そうです ね交差したらあんま良くないみたいなのもあるじゃないですか、うん、まあまあそうですね、
でもまあ面白みがあったりするんですよね。そうですね、交差の仕方というかね、仕方、そうですね、嫌味じゃないという、はいはい、一旦塗っていきましょうかね。ああそうだ、一つ勉強になっちゃうよなっちゃうよって言って、この枝いらないって言ったじゃないですか。いらないんですけど、ここの肉を任せるためにはあった方がいい枝なんですね、うん、ここの傷を治すために。その水を吸い上げるから。そうそう、吸い上げて太らせて、そのためにこれがあった方がここの肉巻きというか傷は治りやすいですね。ひろさん、はい、僕からもいいことを言っていいですか。何ですか、はい、動画的には切った方が絵になると。なる。ね、完成の写真が。ちょっと一回曲げてから。そうですね。ちょっと曲げてから。ああ、でも言ってたやつができそうな感じですね。うん、そうですね。今ガッと起こして、でそこから、はい、こっちがこっちが差し枝になるところを左に流す。そうですね。左流すと。緩んだな、針金が。やっぱりあれですね、ねじってないんで緩むんですね、きっとね、曲げてるから、うん、と思います。先端は、目はわざと3つ残してるんですか、うん、あ、これはね、切りますよ、やがて。切ります、はいはい、切ります。曲げた後どこが横に来るかみたいなので3つ残しておいて。あ、そうですね。で結局これが上行ったんで、うん、これとこれを取っちゃいますね。この上を下に2つあるんで、この上もいらない。怖いけどちょっと軽くかけるか。1ミリ裏枝が気にいらないんですね。裏枝が前向いちゃってるのを直したいみたいな。そうなんですね。取りたくなりますね。取りたくなりました、やっぱり。上ね。ね。となおかつ植え替えもしたくなりますよね。植え替えもしたいですよね。中入れちゃよかったな、これな。もう一回。もうひとひねりというかね。ここをね、キュキュッとね、もっと中に入れたいんですよね。うん、ただ、針金の当てるところが、どうだろうな。刺し枝を寄せたいと。うん、ちょっと中に入れたいと。あ、これ縛っちゃったからな。妥協しない。あ、ここくっついたの分かりますかね。あ、くっつきました。ここ、あ、よし、いいかな。はい、はい、寄りました。ちょっと寄りましたですね。寄ったところ、寄ったところ、こんな感じで。そうですね、うんうん、寄りました、寄りました、うん、で問題はやっぱり裏枝ですね今、うん、これがちょっとあるんですけど、これはいらないな、ちょっと前に出過ぎてる感じが、うん、これ1本に今頼るしかないんで、うんうん、まあ期待期待ですね。動画的には取っちゃうんだよな。それ裏枝にしたらやりすぎですか。これはね、よくないです。出がね、こんなとこから出るのおかしいんで、うん、まあうん、まあ候補として一応この辺埋めるためにやっていきますか。じゃあこれ後々切るけど、僕のうち切るんですけど、とりあえずこの辺を裏枝に埋めするために全く新しい時期ですね。全く新しいですよね。あ、今日はそれがやりたかったんですね。全く新しい時期、お見せしますっていうタイトルだと思いますよ、きっと。そうですね、全く新しい時期。うわぁ、いらないかそれ上の枝、ね、切っちゃったらもうちょっとコンパクトに、そういいんですか。ですかね。で最後 上にちょっと上げないといけないですね。バランスよくなりました。なりましたかね。裏枝って大事だな。裏枝ってね、そうですよね。今日34度。今日36まで行くみたいですよ。36度まで、ええ、すいません、外でね、作業してもらってここは冷暖房完備になったんですよね。冷暖房完備、冷暖房完備。
中でね、扇風機だけだったんで暑い暑いってエアコン入れてっていうことなんだけど、そしたら風鈴買ってきますって風鈴買ってきましたよね。風鈴買ってきましたもんね。撮影しててうるさくて、うるさいんから外しちゃいました外したんですかね。魂論ですよね。やっぱり盆栽はね、そこら辺のやっぱり、うん、大事大事ですね魂論で気をつけて取んなかったで、ね、でも2度ぐらいね、体感温度は下がるかもしれない。もう植え替えの準備入ってます。はい、鉢は鉢ね、ちょっと大きいんですけど、うん、でもこれなんとか入るかなって、うん、うん、これはどちらの、これは変わり鉢です。変わり鉢書いてない書いてない、ちょっとわかんないですね。盆栽かなと思ったけど違う、書いてないですね、うん、でもなんか味のある、味のあるですね。多分こういう変化があった方が面白いというね、うん、ここだとね、ちょっと広くなっちゃうんですね。ああ、それとここは変化あるけど、ここは面白くないんで、これがね、ちょっとこっちに来るぐらい。なるほど。で、こっち流れなんで、流れの方にあるってよりな、あの、こっち側に少しあった方が、流れ的にこっちになるかなっていう、ちょっと気がします。はい、じゃあこれ取ってみましょう。はい、パジャマ。ネグリジェ。あ、寝巻き。寝巻きです。絶対外国の人に伝わらない。これ使われて無理なやつですよね。うん、海外の。ラジオで。親父ギャグ。翻訳の人が書いてるかもしれない。親父ギャグと。寝巻きはデグじゃないんですよね。困らせないでください。アンダーウェアですね、こっちがね。アンダーウェア。確かにちょっと崩してみますかね。なんだろう、確かに畑の土っぽいですね。そうなんですよ。そういうことか。普通にこれだけの厳しい作業をして植え替えまでしちゃうっていう。僕はそれに目切りもしてまた生きてるので大丈夫です。あ、そうです、そうですよね。全部やりました。あんまり参考にしない方がいい。参考にはしないですね。含みが出たんで、ね、少しちょっと見せてみましょうかね。値上がり風にね。根をさばけないというのもありますし、少しずつ土を落としていって根上がりどんどん作っていけば面白くなると思うんで。粗い土もいらないですか。あ、入れます。周りだけ、周りだけ、うん、ナイスとミーチュー。あ、やっぱり根上がったんですね。根上がりになって枝の上の畳み込みがあって、まあでも大体イメージ通りのね、イメージ通り、宣言通り、宣言通りですよね。上で畳んで下の方でちょこちょこっと作る。まあいいんじゃないかな。どうでしょう。うん、大体イメージ通りですね。ちょっとまあこれは余計でしたけど、うん、やがて取っちゃうんですけど、今この辺が枝がないんで、将来この裏枝に期待するしかない。もしくはこの辺からですね、吹いてくるのを期待するしかない。まあ芽ついてもいいんですけどね、うん、まあ最初裏枝が少しこの辺が欲しいなっていうところがありますけど、ずっと頭を作って、まあ、ここに前枝があって、この辺が差し枝で、これも先端ちょっとこう起きてくるような格好で、芽切りはしませんでしたけど、この時期曲げられると、はい、なるほど。曲げるのはいいけども、肌がね、形成層と物質が剥がれやすいんで、ここは注意ということで、曲げるにはいいですよということですね。はい、最初の、うん、グニャンって中に入れたじゃないですか。はいはい。うちがね、もともとこっち向きでしたよね。そうです。だと思いますね。こっちに入れて、あ、最初はそっち正面にして、折り曲げ、こうしようかって言ってたんですね、多分ね。だけど、まあ、ここの、さっき最初に言ったように、曲がりが面白いんですよね。うん、この辺の曲がりが面白いんで、一旦後ろからこう出てきて、まあ出すと。まあまあ、構想通りの。構想とは全然違ってます。構想じゃない。逆か。構想とは全然違うけど。全然違う。あ、だから、いつもそうですけど、こうやりながら考えるってやつですね。いや、でも、すごくかっこよくなりました。うん、まあまあ、そうですね。いやー、ただ小さく畳んだ、うん、自分が恥ずかしいですよ。いやそんなことない。あれがみんなでやりたくてできないやつだから、うん、いいんじゃないですか。恥ずかしいなって、もう謙遜なさって。これがあれですね、全く新しい盆栽の、まあ一応そういうことにしましょうか。そうですね、畳み込むんだけど、まあこう枝をね、あ、だから根毛でもあり、根上がりでもあり、幹の畳み込みでもあるしと、あるいう感じですかね。そうですね、うん、
やっぱなんかこう枝、タゴメさんのもそうですけど、うんうん、あその枝そうすんだみたいな、あああの動画でもありました ねそっち行くんだみたいなね、畳み込みの醍醐味ですよね、はいはいはい、あそこを使うんだみたいな、そうですね、タゴメさんも言われてましたけど、やっぱりやりながら考えるってね、うん、そういうことですよね、これがいいんじゃないか、うん、ああじゃないかって、最初の構想はもう動画ではカットしてもいいかカットしてもいいか、そうですね、そうですね、早くしてるかも、早くそっちもね、見えなくないんですよね、正面でね、そうですね、うん、だけど、唯一ミキの面白いね、うん、ここはやっぱり見せるとなると、そっちは正面の方がいいかなと、うん、とりあえずやってみましたということで、まあ、プレゼントくれた方、あ、プレゼントくれた方、うんね、ええ、ちょっとそうです、こういうふうにやってみたっていう、やってみました、こんなに良くしましたっていうことですよね、はい、ありがとうございます、はい、まだいっぱいあるので頑張ります今日、はい、はい、ありがとうございました閉まらない閉まらない閉まらないというわけで皆さんもやってみて、はいはい、やってみてください、はい、ぜひどうぞ、はい、大丈夫です